アヒルさんとツルさん、村山和子。アヒルさんは鳥は鳥でも羽が短いので飛ぶことができません。アヒルさんの近所にツルさんがいました。二人はお友達でした。アヒルさんはツルさんの羽を見るたびに一度貸してもらいたくて仕方がありません。でも、貸してくださいなどということはアヒルさんは恥ずかしくって言えません。ツルさん、君の羽は飛べるからいいね。僕、君に僕の持っている万年筆をあげようか。とアヒルさんが言いました。ツルさんは大喜びで、嬉しいな、本当にくれるのかい？と言いました。うん、今あげると言って、アヒルさんはツルさんに万年筆をあげてしまいました。そしてツルさんは毎日それを胸に挟んでいます。でも、じゃあ君に僕の羽を貸してあげようとは言いません。アヒルさんはまたある日、ツルさんに時計をあげました。それから靴、それから鉛筆、色紙、お菓子、本、おもちゃ。アヒルさんは持っているものをみんなツルさんにあげました。ツルさんはお家にそれを持って帰って、机の中に誰にも言わないでしまっておきました。ツルさんはどういうわけでこんなにいろいろなものをアヒルさんがくれるのだかわからなかったので、心配だったからです。でも子供でしたから、やっぱりくれるものはもらわずにはいられなかったからです。すると鶴さんのお母さんがその引き出しを開けて、中にこんなものがいっぱい入っているので驚いて鶴さんに聞きました。鶴さんは本当のことを話しました。鶴さんのお母さんは早速アヒルさんの家へ行って、アヒルさんのお母さんにそのことを話しました。アヒルさんのお母さんはアヒルさんを呼んで、どうしてこんなにたくさん鶴さんへお母さんには黙って物をあげたのかと聞きましたが、アヒルさんは顔を真っ赤にしてどうしても言いません。おしまいにとうとう小さな声で言いました。私は鶴さんの長くて強い羽を貸してもらって飛んでみたかったからです。鶴さんに好きなものをあげたら、鶴さんが僕にその羽を貸すだろうと思ったからです。アヒルさんのお母さんは鶴さんのお母さんにそのことを申しました。鶴さんのお母さんはアヒルさんがかわいそうでなりませんでした。それで鶴さんのお父さんは航空飛行会社の社長さんですから、近いうちにアヒルさんをその飛行機にタダで乗せて高いところを見せてあげようと思いました。なぜと言って、どうしても生えている羽を貸すなんてことはできないからです。アヒルさんは子供ですから、そんなことがわからなかった。